はいということで、ね、日本製ですメイドインジャパン伝説に名を連ねる定価っていうのがなくなりまして、まあ、メーカー希望小売価格がないんでまあ値段は勝手につけてねって感じなんですけど、まあ、一応あの1パック3500円, 3, 円だから1ボックスで言うと12パックなんで42000円ぐらいですか、まあ上げていくと思ういまです、ね、まあ俺もあんまり中身知らないんだけど、まあ、森の知恵とか あとは、まあ、フォーストビルとか、この辺は知ってるんで、うん、この辺が出てほしいなとは思いますが。はい、ということで、1泊3500円、カード15枚入り、上げていこうと思います。お なんか、早速、懐かし、<laughs> 懐かしいような絵柄のゴブリンの、なんかね、最近では見なかった、ゴブリントークンというか、なんかトークンからちょっと、いい感じのスタートですが、一発目、硫黄の滝、旧惑フォイル。あれこれもしかして結構いいんじゃない <laughs> いや、普通になんかね、あの、ま、その日本製になったとか色々あって、あの、フォイルの光り方がまず、 おじ好みというか。わかるかなとりあえず1枚目からちょっとテンション上がりましたが。はいはいはい。次。属性の教授者。はいはい。レアなんだね。今回あの、チューター系が軒並み最良ということで。おおこれレモラのホイールですね。ミスティックレモラっていうカードで、今回初めて 日本語版が出たと。ルイクアップキープっていう、今はもうないキーワードがあるんですけど、まあ、これが出てる間に、えー、クリーチャーでない呪文を唱えるたびに、4マナ貼らないと、カード1枚引けるっていう。とんでもないからですね。なんか、あれかなやっぱ、上の方にレアがあるんかな <laughs> あ、やっぱ上からなんだね。もうこっからもうなんか見なくてもいい感じの。 ジャガーノートで対抗呪文で。お島、ま、これは新キラスなのかないや、あの、すごい心配してたし、なんか安売りしてる店もあって、ちょっとドキドキしてたんだけど、いい。<laughs> とてもいい。なんかね、あの、新しいけど古いみたいな。光り方が。 この辺はもう、ああ、やっぱ逆なんだね。ええー。なんで、あの、遠くのすぐ下に旧枠フォイルみたいな感じになってるんで、逆順で見ていくのがいいような気がしますが、1パック目としては上々の滑り出しというか、レモラもあるし、中端もあるし、最後のチャンスもあるし、旧枠フォイルのイオン先もあると。 用途的とかも価値はほとんどないと思いますが、まあなんか、良かったですね。はい、い,いいですね。いやこれファイ。はい、昆虫、これはなんか、どういうイラストなのかわかんないけど。この下見ちゃうともうわかっちゃうんで。だから、えっ、ー、と、5枚か。 こういう感じにすればいいかな。はい、なんか <laughs>、この作業もなんか懐かしい。かぶう。えええー、やん激ええやんこれ。ここのシンボルだけちょっと気に食わないけど。昔からある人気の高い島のえ惑、ー、フォイルですね。この絵柄のフォイルって初めてあったっけあんま覚えてないけど。まあ、この島が人気なのは。 いいいですねいやいいですね。非常にこの辺は君は何しに来たって感じだけどまあドミナリア感はあるよ、ね。おお。俺が高校生の頃あったやつですね。2マナ4 4でめっちゃ強いんだけど、ええー、<laughs> こいつがダメージ当た与えるたびに自分も食らう。 一般なのしぶき、モグ、あ、これはシンキラスかな。モグの戦争試練か。まあ、これはなんかドミナリアっぽいカードね。チェンライ。まあ、なんか反射することができそうな。まあ、簡単に言うと1万3点からですね。はいはいはい。万7 3 3で、えー なんと、三ナ出るんで、後続ができるっていう。リミテだと結構強いからですね。こっからですね。あ。<laughs> なんか、いや、うん。<laughs> 全然高いカードじゃないんだけど <laughs>、全然高いカードじゃないんだけど <laughs>、あの、昔の感覚というか、これ、イラストはそのままで、当時も、 ま、当時出ても、ま、うーんって感じだったけど。6マナで、エコーが6なんだけど、ま、タップするだけでカード1枚引けると。ごくごくごくたまに、チャタン系のデッキに入った気はしますが。6マナって考えてくれよ。今、2マナで、ワンドローできるんだぞ。おこれもレモラかなレモラのボーダレスですね。 ここにもやっぱ小ンザメが浮いてますね。あ、これはなんか新しい系のカードかなセビンの再利用ですね。まあ、これも EDH 系のカードですね。最後は、あ、最後、あ、もう、もう一枚あった。謎めいたもん。で、巣穴からの総出のエッチガイ、旧約ホイール。 まこのパックはなんかそうでもなかったけど、まぁレモラ出たし、まあいいんじゃないでしょうか <laughs>。ああ、君、アンコーンなんだ。これでドラフトしたいな、でも。どうせそんなにすぐにドミネリ入れますと売れないだろうから、なんかドラフトしたいっすね、どっかで。そうで、ああ。 あいいですね。これもなんか懐かしい森ですね。ミリキー人間。これはあれかなあの、エモーかなんかのイラストですね。アイシー。クマ人間。これドラフト楽しそうね。クマ人間ね。好き,好きでした。電光石。これなんだろうコンバットトリックとしても使えるし。 一応そのオーラとしても使えると。難しいです、ね。イラストが全然違うんだけど、全然わかんなかった。安永のボブキャット。これは安永シリーズってまあ死んだら、あの、黒の同じサイズのクリーチャーが出るまあまあ、まあ、リミテーはそこそこをやる感じでしたね。これもなんか最近はこの絵柄のね、綿密な分析。ディープアナリシスっていう。 4マナツードローなんだけど、フラッシュバックで2マナ3点でフラッシュバックできると。あんまり4マナツードローせずになんか捨ててフラッシュバックすることが多かった気がしますが。ただれた方がこれはまあ10パンとかと同じ柄ですね。こっからですかね。下から見ていくか。<laughs> これもなんか、 いやーでも、これはあんまり使った記憶ないわ。いい感じにアドが取れる。カ門クリーチャーで。これはな、ちょっと人気っすね。おシンマレア忍耐の試練。忍耐の試練です。これはあのー、特殊勝利系のエンチャントで、えー、アップキープの開始時に、えー、ライフが50点であると、ゲームに勝ちます、はい。ゲームに勝ちます。シンマレアか。 そうなる大量破壊。4マナでアーティフィクト1つとクリーチャー1体とエンチャント1つと土地1つを対象とする、それらを破壊する。めっちゃ強いじゃんって一目見て思うんだけど、残念ながら全てを対象に取れないと、撃つことすらできないと。ただまあ EDH だとだいたい対象あるんで、まあ結構普通に強いよっていうカーですね。最後。 <laughs> いや、いいけど <laughs>、マジでおじ、マジでおじ向けな。ジェスターズキャップっていう。今はもうほぼ誰も使わない <laughs>、あの、コンボ対策向けのカードで。四4万打で打って2万ナでこれをゲン捧げると、ライブラ、相手のライブラリーから3枚カードを追放するっていう。これだから、相手のハンドは見れんのよね、ジェスターズキャップは。 あでも高校生の頃は2000円とかしたよジェスターズキャップそうご飯のトップレアに近い方の当たりだった気がします、まあ、今となってはもうって感じですがはいまだ3パック目4パック目よいしょ12345でこうやってさすがに 一回見たやつ、あ、トーモートクリプトですね。森。誘 <laughs> 体大山猫。これはもう完全に俺らを <laughs> 狙い撃ちしてるしか思えないラインナップで。エルフの、ああ、ああ。これはあの、手札から追放すると緑一番出るってやつですね。やっぱね、テラーといえばこれよ。 アーティファクトも壊せないし、黒いクリーチャーも壊せないけど、もう2マナの軽量塾ですね。最強塾と言われたテラーですね。これなんだろうあー、1、3修正で1万でンドに戻るやつですね。ああカ門クリーチャーの頃のあれですね。黒は赤と,あ、えー、と青の呪文が1軽くなるっていう、使い魔シリーズってやつですね。にくいやつです。 アバラックス。アバラックスはもう場に出ると、あの他のアバラックスをあのハンドに加えることができるっていう。これあれ、あれですね。あの、先体のタカみたいなもんですね。ちょっとゴマナって少しちょっと重いのがたまに傷ですが。全地があったらもう4枚でバンド出せます、はい。強い。強いかどうかは知らないけど。ああ、そうですね。こっから。 何これすごい光り方。新たな進行。なんか光り方の種類ちょっと違う気がするけどこれもなんかサイクリングデッキでよく使われてましたね。はい。サイクリングすると2点減するって。お宝石鉱山もあるもんだ。<laughs> これカードリストよく見てないからさ。なんかいちいち、いちいち楽しい。あ、でもなんかやっぱホイル、なんか種類によって光り方違うな、なんか。これはなんか最近のなんかのっぺりとした。 当時1500円ぐらいしたんじゃないかな、ほうじ今もまあまあするけど。おまあ、これは、あの、昔の二色ランドで、えー、平地か沼がない限りタップ状態で出ると。これよく使われましたね。ギャンボー。で、最後かな。ウルザの <laughs> これ、シンフレアなの <laughs> ああまあでも EDH だったらまあそうか。9枠フォイルですね。小球止通りの苦慮おこれはえ違いのやつですね。山。ああ、これはマットネスの6面の除去だけど、マットネスで。 これもね、アーティファクトは倒せるけど、黒は破壊できないですね。名残があります、ね、これはリミテで結構強かった覚えがあります。エンチャントしているクリーチャーが1点与えて、なんて1枚引けるっていう破格の強さ。これ知らんな。チャンピオン的な俺これ知らない。わからん。俺記憶にない。<laughs> 当面へえ。あんまり使われてなかったのかな。少なくとも俺はあんま覚えてない。 はい。えー、当時レアでした。<laughs> はぁ、あ。はい。そう、一瞬アンコモンで食いとどまってたけど、今となってはもう。<laughs> いや、この平和の心はいいよ。戦 <laughs> 士がいなければ戦争はできない。はい、こんな感じ。 同じですね。これさっき見たやつね。いやー、出た当時はね、めっちゃ使った、俺。めっちゃ好きだった。まあ、イラストも人気だった気がする。俺の記憶だと。え、当たりやん。普通に当たりじゃないあ、ウルザ出るんだね。<laughs> でもなんか出るって言ってた気がするな。これだって普通でも今7000円ぐらいするんじゃない ウルフとかも出るんだったらもう全然大丈夫じゃないなんか結構心配する声がさ、多くて、なんか大丈夫なのかなみたいな。ね、ドミナレリ,リマスター、ちょっと心配する声が界隈で聞こえてたんだけど、大丈夫じゃないこんだけ手こ入れされてたら、まあ売れるんじゃない特にコレブは結構普通にね、向きたい人も多いだろうし。 <laughs> これは、これもうかっこいい。かっこいいし、効果ももうド派で。6 7 7七飛行トランプルね。まず6 7 7飛行トランプル。で、場に出ると、あの、自分がコントロールしている、これでないパーマネントを全部通用します。<laughs> えー、全部通用します。はい。で、頑張って77で殴り切ってください。 なんだけど、まあ、ワンチャンこいつが死んだらまた戻ってくるっていうね。はい、平和な心とか、追放除去とかされると、あ、追放除去のないのか。こいつが場を離れると戻ってくるんで。はい、まあ、なんで、あの、そう、2枚コンボとかでよく使われます。EDH 系のカードですね。おーおーおお これは、最初なんか、その出た当時、ちょっと使われたけど、なんか結局あんまり使われてなかったな。なんか、自分のコントロールしているクリーチャー分、ないが出るんよね。まあ、これを、レイスはまあ、レイスと言う。ということで、まあ、ウルザ出ましたということで。ここは、1、2、3、4、 ここまで当たりで、こうでしょで、これがああ、はい、大丈夫大丈夫。ああ、これ、リミテで強いやつです。脅、は、迫、い。よくある。いい島。はい、いいトーモトクリフト。いいリースの小立ち。うん <laughs> で、リースの小立ち。まあ、これ、あの、三色、元祖三色ランドで、えー、住みかでない、 土地を手札に戻さないと、えー、意見捧げるっていう。当時はもうだから3色とか出すのはもう大変だったんですね。一応、あの土地で住みかっていうタイプがついてます。はい。い <laughs> いや、高くはないよ。当時も出すのは大変だった。 え、治療ですね。えー、これは結構この、この点のカードを使いこなしていましたね。結構いい感じのカード。妖術あ、妖術はあれですね。あの、クリーチャーが0-1になります。なんかダメージ乗っけて、で、妖術して殺すみたいな。まあ、イラストは違う気がしますけど。 えっと。発動者サイクルね。この辺は最近のですね。はい。まあ、たまにサイドモーズで見ましたね、これは。はい。セラの天使。ああ、まあでもこのイラストはやっぱ綺麗だね。の9枠のオイルと。 チェイナー。チェイナの新枠。で、こういう昔のカードの新枠は逆に嬉しいかも。あー、懐かしいですね、これ。狭い空間。まあ、これも ETH でたまに見る。カードですかね。もう分かっちゃった、俺 <laughs> これ。これ、これ、帽子よ。ほら。<laughs> ジェスターズキャップのボーダレスと これはスイレンの花かなはいはい。あ、でもイラスト綺麗ですね。まあ値段は高くないけど、なんかまあコレクター需要あるかもしれないかなぐらいですかね。いや、でも綺麗なカードですいや、なんか全体的にいいな。クラフト派面白そう。なんかボーダレスのラーダが。 ラダがいました、はいはい、誰な11。カード1枚引き公開する。それが土地カードなのなそれをしてる <laughs> 知。知らん子やな知らん子だけど、なんか、なんかいた気がする。あー、この平地もなんか懐かしいっすね。なんかこの平地は結構なんかフォイールで見る気がします。あー、ゾンビのうね。 すごいね。大体のカードに思い出が話せるね。ゾンビの方向は、まあ、いろんなところで悪さをするという。いい感じアサルトバッテリー。ファイヤーズでよく使われた、除去剣一応のなんかクリーチャーみたいな。どっちもソーサリーだけど。まあ、でも最初にやっぱこれ見た時びっくりしたね。ええー、ってなったもん。<laughs> 横でいけんのみたいな <laughs>。これも、なんか、切った人がいたとか <laughs>。まあ、リミテではよく使った気がします。はい、ジャガーの音ー、えー。詳細はよく覚えてませんが、これはあの、1ターン目、相手の後手1ターン目かな積み込みで、これが1ターン目に2体出てきましたが、勝ったことがあります。<laughs> なんで勝ったか、未だに覚えてないけど <laughs>、なんか積み込みされて、 なんか、学ぼマと、学ぼトと、学ぼルと,とで、巨大戦車2体みたいな、感じだった気がするな。なんかで、そう。じ <laughs> と2体出された。いったん、5体1目かないての。でもなんかわかんないけど、勝ったんじゃないちょっと、何があったかはよく覚えてませんが、勝ったことは覚えてます。ああ邪眼です皆さん、クリーチャー目です <laughs> 懐かしさしかない。これはですね、あの、ゴマナ36で、こいつが出てると、えー、目でないすべてのクリーチャー攻撃できないと。あ、自分のね。で、しかもこいつは基本アンブロック。壁以外にはブロックされないと。こっち壁とこれだけ入れて、これを相手のクリーチャーと交換するっていうデッキがありました。 <laughs> あの、相手にこれを送り込んで、こっち壁でブロックするから。で、相手これがいる限り、あの、他のクリーチャーで攻撃できないから、なんかそういうコンボがちょっとあった気がします。ドラゴンエンジン。これも絵が違うかな、多分。はい。さっきいたやん。お、トコさん。 父さんも今もランズとかで使われてるいいカードですね。チラエリアン。夏これもイラストが変わってますが。なんか今風になってますが。え結構人気だったからです。そう、レジェンドだったらマシな方のレジェンドです。レジェンドの方のイラストも綺麗なんですよね。お出ましたよ <laughs> 見た いいボックス開けましたね。これはもう言わずもがな。<laughs> 最近なんか値段が上がっていると話題の。えー、絵師の力の、えー、ボーダレスエチ、えー、邪魔をするのは失礼に当たると教えられなかったのか教えられなかったのかなんかこのテキストの部分が絵柄によって違うらしいですね、今回は。はい、いや、よかったよかった。いい数出ましたね。 最後はちょっとしょぼかったですが。これぐらいはスリーブに入れるか。よいしょ。満潮。え <laughs>、何のことかと思ったよ。満潮って。ハイタイドね。え、高潮じゃないの満潮なの <laughs> 昔からよく使われてるからです。 あの、アメリカにはこれが大好きなおばさんがいます。はい、水銀の探検。これはさっき言ってるかな。高潮はタイだな。あなるほどね。ああ。来ん生と死。これもなんかちょっと使った気がするな。ええー。 あなたの墓地にあるクリーチャーカード1枚を対象とする。それを戦場に戻す。あなたはそれのマナソーに等しい点数のライフでした。昔は、本当気軽にリアにしてたってことですね。あ、オンスロートね。これもいい土地ですね。すごい。縦がライオン。ああサイクリング土地ですね。元祖というか。 <神>石 <laughs> カブトガニまでいんの <laughs> えっと、これですね。はい。これです。えー、カブトガニにエンチャントして、えー、1点、アンタップで、1点でワンドロー、アンタップして1点でワンドローって。はい、カニコンボ、カニクラフト。カニクラフトだといい。リミテでも実現できるよって。タイ呪文 さらに太鼓呪文。はい。ホイール。って、ちょっと並べてみるか。せっかくだし。ちょっどっちもホイールですね。えー、こっち側が新枠ホイールで、こっち側が旧枠ホイールと。お、また出た水蓮の花。あ、イラスト違うんだね、全然。これな、なじみのある水蓮の花のイラストですね。 なんかね、そう、さっきも思ったけど、旧枠の土地のイラストに意義あり。もうちょっとなんかいい色合いなかったのかな <laughs> 俺も懐かしいか。レガシーウェーポン。いや、イラストかっこよすぎるが。はい、レガ通称レガポン。 レガシーの兵器で、レガシーウェポンで、略してレガポンですね。えー、もう効果はめちゃ強い。5マナでパーマネント1個が追放されます。で、あと、こいつが墓地に置かれたら、なんと、ライブラリーに戻してシャッフルするい、ねはい、あ、で、その、イズコから墓地に置かれる場合もシャッフルするんで、こいつを墓地に置いて追放するかもね、できない。 それでも人気のカードですね、レガシー。ドメインの最終兵器。マジモンの最終兵器だからな。でも実際ちょっと疲れてましたね。さて、伝説っぽい。レイヤーっぽい。ないじゃんえ、なんか、すごっ。 さすがに、このライラはすげえな。いや、まじで、時代が時代だったらもう1万円ぐらいしてそうだけど。まあ、そういう時代ではないため。<laughs> すごい、さすがにすごい。<laughs> 悪山の天使のレジェンド版ですね。あ、2千0 0それでも結構するんだね。さすがに、さすがに綺麗だ残すところあと4パック。 ああ、やっぱ6枚目が、9枠のアンコモンか。なんかのかな ?6 枚やった方がいいのかなこれはいいか。これ9枠だったり9枠じゃなかったよりはランダムなのかな死人カタパルト。ゾンビを池に捧げると2点与える <laughs>。覚えてない。こんなカード覚えてない。 あー、ドレッドリターンですね。これは昔のドレッジとかでよく使われた。まあ、3体のクリーチャー池に捧げると墓地から釣れるっていう。まあ、よく。でも最近はあんま使われないね。半毛字よ。一番の増えます。昔はね、気軽にマナ加速させてくれたんですね。 残念ながら最近はちょっと真中すぐシビアになってきました。えー、スカークの単行者ね。これもまあよく使われてます、ね。カブーの上等。あー、くすぶり、くすぶり銃ですね。はい、<laughs> ねこれはも3734で破格のスペックを持ちますが、えー、単体では攻撃も、ブロックもできないと。まあ、寂しがり屋のね。くすぶり銃ですね。 これはさっきもあったサイクリングの平地バージョンですね。はい、ここから。出たーあんこもになったスピリットモンが昔は3000円しました、これ。ホイールだったらも5000円ぐらいいってってもおかしくなかった。これは、何がすごいっていう。あの、当時の中でももう破格中の破格のスペックだったんですよ。 5マナで66。はっていう。<laughs> マナレッシュぶち壊れてるだよね、基本的に。で、だいたいこんだけ壊れてるとデメリットがあるんだけど、なんとね、デメリットがない。で、クリーチャー一体にダメージを与えるたび、こいつに11カウンターが置かれて強くなる。さらに、黒1マナで再生できるし、緑1マナで選ばれて色になる。 選ばれているようになるの何が強いかっていうと、当時その黒のクリーチャー攻撃できないみたいな、そういうカードがまあまああって、その黒であるデメリットがあったんだけど、なんと、あの、緑一マナ使うだけですり抜けるし、プロテクションとかも引っかからなくなる。エースでしたね、えー。カウンターモンガーっていう、カウンターで、カウンター呪文とこれだけ入れたデッキもありました。 あ、これさっきも出た精神を刻むんですね。どんだけでねん。<laughs> ジェスターズキャップの普通の絵柄かなこれ。おこれはいいんじゃないこれ属性の教授者のボーダレス版ですね。まあ、あの、まあいろいろ絵柄もあるけど。まあこれはよく使われるしね。うん、いい感じですね。ラスト、赤。赤 一一。赤で一一あー渋いやつ <laughs> 最後はちょっと渋いやつでしたね。これもね、一世を風靡したのは一世を風靡した。渋面の洋画当時フェッチもあったから、あの、マジで気軽に二点飛んできましたね。えー、ラーダ なんかちょっとイラストに迫力がない気がするはい。沼のフイルは初めてだね。はい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 。これもなんかね、ちょいちょい使われた気がします。まあでもリミテで使っただけかな。さすがにこっちから使ってないか。またラーダだ。誰サンマナ、仮想の大海蛇。 汚染された抜かる。この辺はなんか、よく見,、ま、見る気がしますね。ヒールドーのガーゴイル。6733飛行先生。ガーゴイルがダメージを与えるため、あなたはそれに等しい点数のライフを得る。え、ライフリンクって書く書き方じゃダメだったのかなライフリンクっていうのが存在する前のカードってことあ微妙に、あーなるほどね。スタックに乗るらしいです。 え、破断。えー、サイクリング付きのでっちゃですね。えっ、あ、これ、最力なんだ。<laughs> みんな大好き。ファイヤーブラスト。今回、初めてだ6マナで4点与えるんだけど、あのピッチコストが使えて、えー、山を2つ一気に捧げることで打つこともできると。イラストが違うんですね、これ。あの、MO 仕様というか。 おこれはこれは当たりじゃないということで、バンチューです。まあ、教授者シリーズで、まあ、一番強いと。まあ、2点払うけど、何でも好きなものも持ってこれるっていう。の、フォイル。で、この絵柄がなんか人気らしいんで。まあ、多分、新ン線はするんじゃないかな。と思います。はい、ええー、すご。旧枠バージョンのリースの新絵。 リースはなんか、今でもちょっと人気っていう。あ、3500円なんだね。え、<laughs> せって書いてるけど、俺 <laughs>。ワールド、ワールド。<laughs> ああまあまあまあ、まあ、まあ、いいか。<laughs> 許しちゃうぐらいは絵がかっこいい <laughs>。 これはまあいいんじゃないセビンの再利用の給与法イズ。まあ使われてるしね。ということで、楽しい開封もあと2パックです。チェンライ。ミシュラーズファクトリー。いや、あ。あー、やっぱ分割シリーズ今回全部あるんだね。<laughs> 10種類あるんかなじゃあ。 これはなんだこれイラストこのままなんか新規イラストかな ?3722 でスレッショルドで攻撃クリーチャー、ブロッククリーチャーが33修正を受ける。魂の木の、これはだからライフリンクをつけるんじゃなくて、さっき言ったあの、スタックに乗るライフ回復のやっ、あの、エルっていう。ライフリンククリーチャーにつけたら2倍回復します。 はいはい、サイクリングシーマですね。砂嵐。砂、これ多分違う名前な気がする。お懐かしい図ワの沈黙なんかまあ、この伝説枠。これはなんか EDH の逃走者としては結構有名というか、ろ <laughs> くなことしない逃走者としては有名ですね。 お、外中、深夜。これでミス注意が全部出たのかな宝石鉱山。すごい、なんか、魂の洞窟的なきらめきがある。一番最初の文字は、大です。正解。<laughs> 大了解正解です。はい、ということで、最後のパックということで。 な <laughs> 平気なのワームトークンじゃないのこれ。ワームトークンだと思ってよく見たら11で苗木だった。はいはいはい。これもなんか昔ありましたね。あ、でもこの島がたくさん出たのは嬉しいより。間に合わせの鎧。これはあの、47で、オーラで2号修正ってとんでもない <laughs>。 もうなんか、よくわかんない修正値だけど、サイクリングができる。ああ、宝石の手の焼却者ね。まあ、いいカーですね。よじれた実験も一応除去として使える、プラス3とマイナス1。まあ自分につけることもたまにありましたね。例えば、羽ばたき飛行機関にこれをつけると、えー、三一飛行になる。 三マの一二。スレッショルド。クリスチャー二体を対象にする。それをタップする。<laughs> これも結構強かったね。なんか強かった気がするわ。あー。これも神栄ですね、多分。愛犬者の投祖兵。なんかね、この頭に見覚えあ、見覚えはあるけど、全体としては神栄っぽい。錬金術の研究。 えー、これも一点与えるティム・ケインちゃんだな。元祖かにのとということで、最後です。はい。まずは、脅迫の9は超える。お、騙し撃ち。騙し撃ち神話なんだね。イッス。あの、メイズ・オブ・イスっていうやつですね。あの、マナは出ないけど、タップすると、攻撃クリチャーを、 無効化するとあこれもなんかちょっと人気の定員過剰の墓地ってやつですねあのアップキープの開始時に墓地に4枚以上あるとハンドにプリーチャー1枚戻る EDH ったまに見ますラストアーティファクトっぽい これは狭い空間。最後ちょっと残念な感じでしたが。当たりは、ウィルとウルザと、まあ、その辺かな。今回出なかったやつだと、森知恵とか。なんかね、思ったよりは全然当たりがあるなっていう。なんで、しかも開けてて楽しいということで。一箱、4万2000円。 1> 1パック 3, 円12まあでも勝てるかどうかはこの辺のホイールが出るかとかによる気もしますがまあそこら辺はまあ箱分けでみんなでリスクを分散するという是非まあでもどこまでいってもコレクターブースターなんてそんなもんで <laughs> 絶対にねプラスになるコレクターブースターなんて今は存在しないんで。 はい、ということでえっ、ー、ミナリマスターの開封でした。